肉食べるの合法やから良くない？合法やからといって倫理的とはならないですよね。ロザパークスっていう黒人の女性がバスに乗っただけで逮捕されました。それは彼女が黒人やったからです。女性の権利、女性の投票権利を訴えるグループ、サフレゲッテ、そういうグループの人たちは女性の投票する権利、それを訴えてたんです。だけどその時はそういうアクティビズムをしてると逮捕されることがいっぱいありました。今2023年ですけど、バングラデシュとかブータンとかそういう国でゲイであることは犯罪なんです。バングラデシュだとゲイだと懲役10年とかそのくらいの刑を食らうわけですよ。ゲイでいることが罰せられるっていうのは倫理的に正しいとは思わないんですよね。それと同じで、何かが合法やからといって倫理的にはならないです。肉を食べることが合法だからといって倫理的にはならないです。今一度動物を食べること、動物性を使うこと、それについて考えてみてください。